はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネルゲンタです。本日はこちら、内定ブルーっていう話をしていきたいと思います。でも雑談挟んでいいですか？最近なんかイネ花粉みたいなの私やられてて、多分イネ花粉なんですよ。そう、ネットで調べたらイネ花粉っぽいなと思ってて、鼻詰まるし、なんか声もこんなもごもごしてるんですけど、まああんまり気にしないでください。体調はね、別に全然元気なんですよ。元気だけど、鼻水とね、鼻詰まりとね、くしゃみがね、半端じゃないっていう。なんかね、スギ花粉あるから、私結構スギ花粉強い薬飲んでるんですけど、それ飲んでも全然効かないっていう、なんだこのイネ花粉って思ってますけど。というわけで雑談終わりで、こう、内定ブルーですね。これ、私の造語で、マリッジブルーみたいなところの、もじった感じなんですよ。で、意味は、内定を複数もらったけど、選べんという。で、しかもなんか嫌になってきちゃうっていう。内定、普通、2個出てね、例えば。どっちかに行けばいいんだけど、その、どっちも選びたくない。なんか、なんならちょっとタクシー業界辞めたくなっちゃうとかね。その、他の業界でもあると思います、それは。例えば、ね、A 社、B 社って決まって、どっち行こうかな。いや、なんか嫌だな。なんか、どっちもダメな気がしてきた。フリーターやろうとか、まあね、起業しようとか、まあそういうのあると思うんですけど、まあ最終的には自分で選んでいただければ、私はいいかなと思ってるんですが、タクシー業界のこの内定2つやった時の、その後について、今日はお話ししていきます。はい、まず一つ目ですね。内定が複数決まっているのに選べない理由、なんでなのかなと私考えたんですよ。それはね、こうだと思うんですよ。まずは、その内定決まっている二つの会社について、まあ、正直よくわからないというところ。で、タクシー業界が他の会社と違っていて、その初年度の年収とか提示されているわけじゃないじゃないですか。だから本当に稼げるのっていう不安がこう込み上げてきてしまうという感じですね。それはあると思います。で、不安が込み上げてくると思い出すんですよ。面接の時を。面接とか会社説明会を。で、思い出すと、よく考えてみてくださいよ。思い出すと、いや、私な、一回しか面接受けてないしな、で、すごいいいことばっかり言われたけど、本当なのかなって、結構そういう意味でも疑心暗鬼になりますよね。で、例えばその会社説明会、面接、健康診断みたいな、一日にバチーンと収めるような会社、最近増えてるんですけど、まあそういう会社行くと、あんなに早急に選考やったら逆に怪しいよなっていうのをなんか、よく考えたら思うっていうパターンもあるんですよ。で、思い出してちょっとなんか不安になっちゃうっていう。あと、内定もらってから悩む理由としては、やっぱ頭でっかちになってるってことですよね。今の時代こういう、まあ、ブログだとか、動画とか、ツイッターとか、ノートとか、まあ様々ね、いろんな情報は溢れてますと。なんなら、そのハローワークに行っても、その求人の情報とか溢れてますし、この会社いいですよ、悪いですよとか、いろんな人がいろんなことを言ってるじゃないですか。で、やっぱ私の内定取った会社ってどんな会社なんだろうとかで調べたら、いや、あれ悪い情報出てるんでしょみたいな。そういうので不安になってしまうと。っていうのはあるかなと思います。ただね、まあその人たちのね、情報をどうやって なんで発信してるかとか、その誰が発信してるかとか、まあよく見たら、まあわかると思うんですけど、まあ何かしらの意図があって発信してるわけですよ。みんなそのね、まあ辞めた人がね、こうやって書いてる場合もあるけど、口コミとかで。でもそれって辞めた人が書いてるわけで、今働いてる人が書いてるわけでもないっていう感じじゃないですか。辞めた人ってまあ何かしら嫌で辞めてるんで。口コミの掲示板だったり、そういうなんか動画だったり、まあエージェントの話だったりしても、まあね、話半分に聞いとけばいいですよ、別に。最後、最終的にはやるのはあなたですし、まあ、この目で見て、自分試してみればいい話ですから、と私は思うんですけどね。まあ、ただ、不安になる気持ちはすごいわかります、という話でした。二つ目ですね。不安になった人について、私が一つ言えるアドバイスとしましては、大丈夫だからやってみろと。で、この国の話なんですよ、これは。労働基準監督署とか、まあ、いろいろあるんですよ、労基みたいなものが。で、それで、まあ、入ってる会社も結構ありますけど、タクシー会社でね。だけど、まあ、今、まあ、こうやってね、その、会社があって、労働者が、まあ、ある程度いるじゃないですか、どこも。まあ、少ないとはいえ。で、その人に給料払ってるので、まあ、いるってわけで、まあ、最低限そこは担保されてると。で、その後は、もう正直、例えばその、どこを信じるか信じないかって、もうどの業界でも、どの、まあ、内定でも同じだと思うんですよ。やっぱり信じるか信じないかでやってみるしかないと。で、給料が、まあ、決まってないのが怖いよねっていうのは、それはもうすごいわかります。他の会社は決まってるから、年収500万とかで提示されてその通りもらえるわけだから。で、タクシー業界はブリッツなのでは、それもらえないか怖いよねっていうのであれば、やっぱ保証給が厚い会社を選んだらいいのかなと思います。そう、保証給っていうのは、ま、基本的にはもう提示されてる給料みたいなものなので、ちゃんと来てくれて、ちゃんと働いてくれたら、まあ、この給料提示するよって、まあ、最速かなりありますけどね、あれも。これ大丈夫みたいな最速ありますけど、まあ、そういう風な会社を選んだらいいのかなと思います。とりあえず自分が最初にね、タクシーをなんでやるのかとか、どうしてやりたいのかとか、なんかの情報でじゃあ興味を持ったんだったら、その人のじゃあ何が良かったのか、自分が何にこう惹かれたのかということを一回思い出して、まあそれがまだちゃんとあるんだったら、しっかり、やってみる。
ていうのが私はいいのかなと思います。やってみなきゃ結局何もわかんないし、なんかみんないろんなこと言ってるけど、まあガヤだと思って、自分のね、その行動だけ信じてしっかりやればいいのかなと私は思ってます。はい、三つ目ですね。それでも、まあ選べないっていう方のために、私はね、こういうのを提案したいなと思うんですよ。点数化ですね。例えば A 社と B 社、C 社から内定をもらったとしますと、それをこう A、B、C ってまず並べますと。で、その横に、例えば稼ぎやすさ、営業ツールですね。で、次、立地。通勤。で、シフトに融通が効くとか、まあそのね、夜勤、日勤変えられるとか、出向時間が選べるとか、で、休みが多いとか、あと、教育が、教育、制度がしっかりしているとかって、例えばこうやって横に入れるじゃないですか。で、これを、なんかこう自分なりに3、2、1とかって点数つけて書いていけばいいと思うんですよ。例えば A 社は稼ぎやすさ3だったなとか、で、B 社は稼ぎやすさ2だったなとか、で、こうバーって書いていくと、まあ、わかりますよね。で、合計点で決めてもいいと思います。し、例えば自分がどうしても稼ぎたいんだと。稼ぎたいんだとか、寮に入りたいんだとか、そういうのが、傾斜があるのであれば、そこだけね、こう、大きめにこう見積もって、見てみるのもいいと思います。で、そうやって、まあ、最終的には選ぶしかないので、で、向こうは選んでくれないし、誰も選んでくれない。まあ、例えばエージェントさんをね、そうやって誘導するかもしれませんけど、それあなたのためになってるかどうかもわかんないから、その、自分で最終的には選ぶんだっていう気持ちで、こう、ポンと選べばいいのかなと思ってます。で、その、まあ、参考になるのはこういったね、点数付けっていうのもいいのかなと思います。私は結構その2社目とかでこうやって点数付けやってました。とはいえ、まあ稼ぎやすさとか営業ツールが、まあ本当に強いか弱いかっていうのは、まあ面接とかその会社説明会では分かんないことがかなり多いので、まあ仕方ないですよね。そういう会社はそういうスタンスですからね。うん。なので、まあその辺はまた私とかね、現役ドライバー、他のなんかエージェントさんとかに聞いてもらえればいいのかなと思います。まあしっかり答えてくれると思います。準備宣伝です。Twitter の DM で都内タクシーの転職相談を受け付けています。簡単な質問から有料企業の紹介、斡旋も行っております。ゲンタ経由で入社された方の限定特典として営業スキルの伝授などを行っております。詳しくは概要欄、ぜひご覧ください。はい、本日は内定ブルーについてお話しました。マリッチブルーみたいな話で内定取ったけど、やばい、もうなんか迷って行きたくなくなってきたよ、みたいな話についてです。で、ここだけ覚えてほしいです。内定決まってから悩む理由はすごいわかるけど、悩むならまずやってみな、晴れっていう感じですね。やってみないと結局本当の情報も手に入らないし、本当のことあなたに合うかどうかが一番大事なんです、この仕事は。で、それがわからないので、まあ、その辺だけしっかりわかって、内定取りに行ってほしいなと思います。はい、いつも見ていただきありがとうございます。引き続きタクシーの情報を発信していきます。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。